俺がバッシュだ。オンドール校の発表は嘘っぱちだ。俺がガルマスカのバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍だ。俺がバッシュだ。連れてきたぞ、ハバーラ。こいつが将軍だとよ。似ても似つかんな。やっぱり別人か。たちの悪いいたずらしやがって。ただのいたずらならいいが、そこらのガキがローゼンバーグ将軍を名乗るとは思えん。締め上げて背後関係を剥がせろ。最近帝国の犬が嗅ぎ回ってるからな。あんたらの組織と公爵の関係をかい。町のガイドを隠れ蓑のに諜報活動か。酒場の奥がアジトとはまた古典的だね。なんだてめえら。待て、あんた本当に生きていたのか。バンは元気なんですね。帝国に連行されたからもうすぐに会えますよ。それまでは僕があなたをお守りします。そんな。それにしてもラバナスタの帝国軍はやりすぎのようですね。僕から執政官に話しておきます。え？ベイン・ソリトールは僕の兄です。執政官の仕事はダルマスカの安定を守ること。そして兄はどんな仕事もできる人です。今はうまくいっていないかもしれませんが、ラバナスタの暮らしはきっと良くなります。大丈夫ですよ、兄はすごい人ですから。あの人怖いんです。え？すいません、お兄様のこと。でもあの戦争で傷ついた人がたくさんいて、私も孤児です。帝国が怖いんですね。パンネロさん、ソレドール家の男子は人々の安寧に尽くせと教えられて育ちます。あなたを守るのも僕の仕事のうちなんですよ。信じていいんでしょうか。僕の名誉にかけて。兄も分かってくれます。いかにも裏がありそうだったが、まさか本物のご登場とはな。このことを公爵が知ったら。さて、何というかな。直接会って聞いてみたい。どうすんですかい、旦那。いたしかたあるまいな。公爵閣下がお会いになる。後ほど屋敷に参られよ。
バッシュ・フォン・ローゼンバーグ卿、私は貴公が処刑されたと発表した立場なのだが。だからこそ生かされておりました。つまり貴公は私の弱みか。ベインもおさおさ怠りない。で、反乱軍を率いる者が帝国の手に落ちました。アマリアという女性です。救出のため閣下のお力を。貴公ほどの男が救出に乗り出すとはよほどの用心か。立場というものがあるのでな。ラーサーに会わせてくれ。俺の友達が一緒なんだ。一足遅かったな。ラーサ殿のご一行はすでに帝国軍に合流された。今夜到着予定の艦隊に同行してラバナスタに向かわれる。やめとけば。ローゼンバーグ将軍、貴公は地中に活を見出す優勝であったと聞く。あえて敵陣に飛び込めば貴公は本懐を遂げるはずだ。おい、悪いな、巻き込むぞ。侵入者を捕らえよ。ジャッジギースに引き渡せ。離せよ。何すんだよ。帝都の老人どもに足止めされている間にこの復興ぶりだ。まったくこの国はたくましいな。現在ラバナスタの反乱分子は孤立しておりますが、今後外部勢力から支援を受けると厄介です。特にビュエルバの反帝国組織は不自然なほど資金が豊富です。やはりオンドール公が背後から意図を。オンドールを抑えるべきです。ところが彼から連絡があってな。檻から逃げた犬を捕らえてギースに引き渡したそうだ。奴を殺すのは私です。見上げた弟だ。ああ、ギースがラーサーを連れ帰る。明朝ビュエルバを立つそうだ。兄に本国まで送ってほしい。ドクターシドが来るのでな。外してくれ。現物を確認せねば話にならん。ナブリスの件もある。偽装はしている。バカどもには幻を忘れるさ。そうだ、歴史を人間の手に取り戻すのだ、うん、おーベイン、失政官職を楽しんでるようだな。2年も待たされたのでな。帝都はどうだ、元老院のお歴歴は。まめに励んどるよ、あんたの尻尾をつかもうとな。やらせておくさ。
連行しました。殿下。なぜ生きているバッシュ。よくも私の前に。君たち、いささか図が高いのではないかな。旧ダルマスカの王女、アーシェ・バナルガン・ダルマスカ殿下の御前であるぞ。こいつが。もっとも身分を証明するものはないのでね。今は反乱軍の一員に過ぎない。解放軍です。執政官閣下はダルマスカ安定のため旧王族の協力を望んでおられる。だが証拠もなく王家の名を掲げ、いたずらに治安と人心を乱す者には例外なく処刑台が当てがわれましょう。誰がベインの手先に。など亡きラミナス陛下から預かったものがある。万一の時には私からアーシェ殿下に渡せと命じられた。ダルマスカ王家の証、黄昏の破片、殿下の正当性を保証するものだ。私だけがありかを知っている。待て、父を殺しておきながらなぜ私を、生き恥をさらせというのか。それが王家の義務であるなら。いい加減にしろよ。お前と一緒に処刑なんて嫌だからな。黙れ。バン、それは王宮の宝物庫で。おいおい。結構、もう用意してありましたか。手回しの良いことだ。やめなさい。約束しろよ。処刑はなしだ。ジャッジは法の番人だ。連行しろ。アーシェ殿下だけは別の部屋へ。ベイン・ソリドール、なぜこんなもののために。君が持っていたとは、これも縁だろう。俺を巻き込んだのも縁かよ。黙って歩け。あの場では他に手はなかった。仕方あるまい。任務が優先か。さすが将軍閣下。それにしてもあれが王女だね。公爵の手引きか。初めて頭を下げた。いいか、ダルマスカが落ちて2年、俺は一人で殿下を隠し通してきた。敵か味方がわからん奴を今まで信じられなかったんだ。苦労させたな、俺の分まで。助け出す、手を貸してくれ。ああ。